今日はねサビオとサビアのキャスト練習、長い方のサビオ、短い方のサビア。まあ僕の最近のね、この2本の使い分けって、まあ短い方のサビアはねあまり軽いの投げません。まあパワー、短い方がパワー上がるし重たいもの投げやすいのでね、だいたい 5g、7g くらいのセッティングが多い。で、まあ、今日はちょっとその様子を皆さんに見てもらおうと思って家の近くのカープチ来てるんだけど、サビアの方はね今言ったように重たいものを投げるので、リールもねフィネスリールじゃないんです、これ、はい、スティーズ普通機です。でチューンもしてないノーチューンです。でこれに、入れてる糸が PE の15で、リーダーがフロルの 1.5 個です。で結んでるルアーこれね、まあ、ワームハサミでカットして、脳進化ヒートンだけ売ってるけど、これがね重量が 3g、 合計 3g。 脳進化って 3g が投げれたらさ、普通ジグヘッドの2とか3とかつけてプラスワーム重量入れたら 3g は楽に超えちゃうので、これが投げられるってことはもう普通にねメバルやカサゴを釣るリグが投げられちゃうってことなんで、これで投げてみますね。でサビオの方なんだけど、79サビオの方はちょっと今日は実験的なことをね、自分なりにやってみようと思って、これリールがね実は軽重用なの、フィネス機なんだけど、ダイワさんのアルファスエアの、ストリームカスタム、まあ淡水用モデル、軽流であのすごく小型のミノーなんかをキャストするためのリールなんですけど、これなんとかソルトでこううまく応用できないかなと思ってね、今回導入してみました。でまあ僕がベイトタックルソルトに持ち込むケースったら、まあ、アジングかジグヘッド 1g ぐらいでないとこう釣りにならないロケーションかでね、持ち出すんで、まあ、軽量用のルアーだったらその辺がもっと快適にいけるんじゃないかなと思って、通常のアルファスエアじゃなくて軽量用のストリームカスタム、でラインもこれオードラゴン、シンキング PE のねオードラゴンを入れてます。 0.85、まあ、ちょっと太めにしてあるんですね最初は。慣れてきたらだんだん 0.6 とか 0.4 落としていくんだけど、とりあえずこのリール初めてなので太めの糸を入れて、バックラッシュしてもほどきやすいので太いほど、はい、リーダーはフロルの1号で、ルアーはねこれができないとちょっと話にならないんで、普通のアジングジグヘッドにアジングワームも 1g のジグヘッド、多分ねワーム重量測ってないけど 0.6 とか 0.7g ぐらいあるはず。だから、まあ、総重量 1.5、1.6g ってとこかな、まあ、これが投げれるかどうかねやってみます。はい、じゃあサビアの方から 3g ルアーね、で、スティーズで、とりあえずマグをマグをダイヤル6でセットです。まあ、もっと緩められるんだけど6ぐらいで安全マージンって、それからキャストコントロールの方ね、これをちょっと締め気味、これ揺すったら落ちる程度、クラッチを切ってこんな感じ、初めての人はね、とにかくベイトキャスティングが力まないように最初はもうこう軽くなるように、思いっきりフルキャストしようと思うよね、十分飛んでんだよね。ちなみに今日持ってきてるリールは一巻き70センチですか、今軽く投げてどれぐらい飛んだか、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
計算してます。10メーターちょっと。ほとんど、常夜灯の釣り場だったら、もう釣りになる距離なんでね、これぐらいだけど。まあ、僕夏の間はねこのベイトフィネスと言いながら釣り物がほとんどの小旗とか笠子が多いので 7g とか 10g ぐらい積んでたんだけど、まあ、今から冬場に入ってねメバル味が下になっていくのでだんだん軽くしていくんですけど、だから普通機でも 3g 程度を投げれるようなまあセッティングというかねブレークセット相当を練習して、しっかり身につけておこうということですね。楽勝で投げます。普通機だからね。フィネス機じゃないからね。で、サビアをね持ってる方はちょっと留意しておいてほしいんですけど、ルアーのタラシを取らない。で、タラシを取ると振った時にねカクンカクンになるわけ。ここがねスピニングと違うところなんですよ。カクンカクンなりやすい。まあ、慣れてくればねタラシ取っても投げれるんだけど、基本はティップまで巻き込んでしっかり竿を先っぽにつけとくとねしなりやすいのよ竿が。ベイトキャスティングはロッドのしなりで投げるから楽しみを取らずに、はい、ではこれでオーバーヘッドも見ていきます。オーバーヘッドもスピニングみたいにこっからプシッってやるとバックラするからね、だからこう振りかぶるんだけど投げるときはちょっとスリークオーター気味の方がねトラブルが起きにくいです。はい、普通機でね、サビアで普通機で 3g のキャスティングオーバーヘッドで、まあ、あまり力まずにね、普通にスムーズに投げた状態。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 多少飛んだよね。20巻きかける70cm 14-15m ってことです。はい、まあ、着水時にサミングしないとちょっとオーバーランしちゃうけど、着水時に軽くサミングしてやれば、普通に投げれます。はい、まあ、安定して14-15m ってことかな。だんだん、タイミングも良くなって飛距離も出てきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,9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 3,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
と楽に投げれちゃう、ね。ただこれ夏仕様でね、普通機のまま僕やってますけど、普通機でも 3g ぐらい投げれちゃうよっていうところをね見てもらってます。普通は無理しないで、5g、7g、サビアもサビアもそうなんだけど、実はキャストフィールっていうのは 7g がね一番気持ちいいので、特に普通機の方は 3g 以下をね無理やり投げようとせずに、もう5とか7でね、やれる釣りので使ってください、はい。さて次は、ね、より軽いものを投げやすい7級の、サビオにさらにフィネスリールをつけて、
で、ラインも少し1段階細くしたオードラゴンの 0.85 に、リグが 1g ジグヘッドに、こういうアジングワームです。マイクロクロール。まあ、完全にこれフィネスセッティングなんで、まあ、1g ちょいしかないんだけどね、投げれると思います。実は、このリールを導入して、ゆうべ糸巻いて、僕、今からがファーストキャスト。はい。で、あのベイトリールの場合ちょっと気をつけなきゃいけないのが、リール一つ一つ銘柄によってやっぱりブレークセッティングその他がね微妙に違うんです。で、これはあの固定マグの普通のエアとあのアルファセイヤーとちょっと違うので、少しねブレーキを締めたとこから始めますね。マグブレーキをね11、かなり強めのセッティング、はい、ここから投げてみます。で、まあリグが 1g なのでアンダーキャストとしても仕方がないんでね、いきなりオーバーから投げます。さあいきなり1投目バックダッシュするかもしれない。よし、行ってみよう。お、あ、すごいさっきの普通機の 3g と同じ位置まで飛んだよ。すごいな、全然バックダッシュしてないし。はい、巻いてみますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28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 ,
ないぐらい。アルファスエアストリームカスタム、わあめっちゃくちゃ楽だった今。しかもほとんどオーバーランスする気配がなかった。ちなみにキャスコンはこれクラッチ切って、あ割と緩めてたね。スーッと落ちる程度。あ結構なスピード落ちる。バックラしなかったぞ今。全くオーバーランスなかった。僕は投げてみようか。おすごいな、これはすごいぞ。これ全然スピニングでやってんのとあんま変わんないよ。おお26巻き30巻き負けたとして70cm 3721m だから、1.5g フロロの 0.5565 でスピニングで投げても 20m 飛ばないよね普通。計測したことある人は分かると思うんだけど、20ちょっときついかなっていうところなんですね。だからほとんど変わんないぐらい飛んだよね。よし、ちょっと力入れてみましたね。ちょっと力入れると少しオーバーランして、ここわかるかな。うん、はい。でも問題じゃないですね。これぐらいはもうバックラとは言わない。これはバックラじゃないです。最後だんだん体が馴染んでキャストがスムーズになってます。あー快適。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28。うん、なかなか30巻きまではいかないけど、これまあ買ったばかりの、アルファスエアストリームカスタムノーチューンね。まあ適当に巻いてきた 0.85 のシンキング P オードラゴンで、適当にセッティングした、ブレーキシマグブレーキが11で、キャスコンはまあまあちょっと緩めで、あれだけ投げれたら良くないで、あれこれ、ベアリングをいいのに変えたりね、何を変えたりでフルチューンした機種でないと投げれないイメージがあるのよ。 1g、2g ってね、四半期のほら潰しのままで1グラムリグセットが投げれたら、これはいいよ。本当に釣りになるよ。あのベイトフィネスでもやれるよっていう世界だったよね。ベイトフィネスでもやれるようじゃなくて普通にやれちゃうようにならないと僕はダメだとずっと思ってるわけで、上手な人でないと投げれないよでもダメだと思ってるし、リールをチューンしないと、投げれないようじゃこれはもうジャンルの確率に僕ならないと思ってるんだね。これいいよ、もう全然普通機でスムーズに投げるじゃん。
まあ各社もね、例えば島野さんだったらアルデバランの BFX があるし、アブさんにもフィネス機が何台もあるし、まあダイワさんはアルファスエア、アルファスエアストリームカスタム、その他ね、フィネス機があるので、あの市販のフィネス機でさ 1g が投げれちゃうっていうのはね、サウの恩恵相当あるの、サボがスイングでやっぱしなるってことがものすごく大事だし、このしなりがね、一般的なそのスピニングロッドの作り方じゃしならないですよ、こういう風にこんなだからね、こんなこれ考えられないですよ、高弾性ロッドだからね、これだから投げれるのよ。そこ勘違いしないようにね、ああフィネスリール買えばどれでも投げれちゃうんだって、そうはいかない。快適。1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31投げれた。31巻きかける70センチ3,7,21メーター、すごいよ、1グラムリグだよ。20メーター飛んだよ。もう普通だよこれ。ちなみに曖昧に合わせたつもりが結構いいセッティングできてる今。ここ大事ね。だから何メモリでキャスコンどれぐらいで投げれたかっていうのを自分で覚えておいて、ちょっとずつ微調整して自分のベストセッティングを探し出せばね、もっと快適です。はい、ちなみに。サミングしなくてもバックラしないので、ちょっとね、ノンサミング取ってもらいますね。で、今日、片手離すからね、ノンサミング。はい。ちょっと失敗しちゃったかな。少し膨らんだぐらい。これが、キャスコンをちょっとだけ締めてあげると、ノンサミングでも、オーバーランしないからね。オーバーランってのはスプールが回りすぎちゃうと、止まんなきゃいけないとこでまだスプールが回っちゃうから糸がブワーッと膨らんじゃうわけね。まあそこがベイトリールのね、特徴だし、まあ難しいところもあります。はい、このキャストコントロールをこっち向きに1段階ぐらい締めます。キュキュッと締める。揺すらないと散らない、落ちないというね。これでノーサミングで投げるよ。はい、いきます。片手離します。ほらほら、ほら、全然飛距離ラインスナック取って、ここから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 飛んでます。ゴミが釣れちゃった。よし、キャスコンをちょっと締めた、ゴマ気分ほど飛距離が落ちたね。飛距離が落ちたんだけどノーサミングで投げれちゃう。もう一回いくよ。キャストコントロールだけですよ。マグブレーキのセッティングが大体できたら、あとキャストコントロールで、ね、スプーンのオーバーランを防げる。ただキャスコンを締めると距離は落ちるし、リグの重みでリグを沈めて
こう糸を出していきたいのにこっちが止まるから出にくい。だからそういう時はこうやってね、糸を出してリグを沈めてやる。で、上手になればキャストを緩めてもバックラッシュしなくなるんで、そうすると勝手に回っていくよね、リグが沈んでる間。でも最初のうちはね、そんな無理をしないで、とにかくバックラすると釣りにならなくなるので、キャスコンを締め気味にリグを沈めるときはもう糸をこう出して手伝ってあげるね、ぐらいのつもりでやればいいでしょう。さて飛距離測定、はい、ラインスラック取った状態で今どれぐらい飛んだか、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30巻き飛んでる。3,7,21m、1グラム、シンキングピーオードラゴンの 0.85 太めだよね、アジングメバリングとしちゃ全然飛んでるよ。これノーサミング今風で出ていっちゃってるけど、でバックラしないってのすごいじゃん。これ僕このセッティングでいいや、飛距離なんて十分だもん、 20m 飛べば。まあ、あとはね、僕自身がそうなんだけど、あとはもう現場で何回も何回も何百回も何千回も投げて、徐々にもっともっと上手くなっていくんですよ。そうすれば飛距離ももっと伸びるし、でさらに軽いところまで投げれちゃう。まあ、ともあれ、1グラム、もう一回見せようね、リグを。はい。使ったルアーは、とひとみさんところのレンジクロスヘッド。1g に、バークレーの、マイクロクローラーアジングカスタム、ね、普通にアジ釣る時のセット、これをなんとベイトタックルで手軽に投げれる時代がとうとう来ちゃいましたよ。その立役者は、各社の進化したフィネス機と、それから、フィッシュマニングスレーベルのコラボのこのサービオありき。ご視聴ありがとうございました。またね。バックラッシュのね、直し方、簡単なものを説明します。まずね、ドラグを締める。いっぱい今締めちゃったんだけど、ドラグを締めて、このぐじょぐじょーっとなってる糸をね、向こうにやる。向こうにやるとスプールこっち回るからね、この親指でここをギュッと押さえて、でハンドルでこう回して糸をね、向こうに寄せてやるわけ。ググってググって、でクラッチ切って、こうほら、あのぐずぐずっと固まってるとこが押し込んでやることによってほどけちゃうんだよ。ほらほら、ぐずぐずになってるけどね、ほどけちゃう、ほどけちゃう。で、ここでまたカツンと止まったら、またここをグッと押さえて、こうしてやるわけ。結構力入れてるからね、ギュッて。で、クラッチ切って、またほどく。引っかかったら、またやるというのを繰り返し。で、わずかこういうのが残ってたら、次のキャストでまたバックラッシュするから、こうね、しっかり全部出してあげる。で、その時に、ハンドルをこっちにしない。ハンドル上向き。だってここに絡むじゃん。で、今風が僕の左から右へ吹いてるから、風にこう乗せて糸を出してやるようにしないと、バックラ直してる時にまたぐちゃぐちゃになっちゃうからね。はい、下糸をきっちり、何のでここもなくなりました。そしたらここの糸をこう持って、テンションをかけながら巻き取る。
よし、また次の日。